フランス王はゴノンはフランスのオリエンテリング選手であり、2011年には母国フランスで開催された世界選手権のリレー競技で優勝している。サンテティエンル生まれでジュラ在住。ゴノンが初めて世界選手権に出場したのは20歳。1999年にスコットランドのインバネスで開催された時でリレー競技に出場し12位となっている。その後数年間、 世界選手権やヨーロッパ選手権などをはじめとする国際大会への出場を続けることで経験を積み2005年と2006年にはオリエンテイリングワールドカップで総合11位となるほどの有力選手となった2005年には日本の愛知で開催された世界選手権リレー競技で銀メダルを獲得2006年のエストニアで開催されたヨーロッパ選手権リレー競技でも やはり銀メダルを獲得している。2008年のチェコオロモーツで開催された世界選手権ではロング競技で3位となることで、ついに個人種目でもメダルを獲得した。そして2011年母国フランスにて開催された世界選手権でもロング競技で、同メダル、リレー競技ではフィリップ・アダムスキー、ティエリー・ジョルジュと共にフランス代表を初の優勝へと導き、 故郷に錦を飾った。2014年第一戦から引退し、スコットランドで開催されるウォック2015へ向けた、スイス代表の男子コーチとなることが発表された。ありがとうございます。